こんにちは、尾上裕和郎です。今日はですね、ケシュアのアルプナファミリー 4.1 フレッシュ&ブラックっていうですね、夏向けのテントを、購入したので紹介したいと思います。まあ、いつものごとくスペックはこっちの方に乗っけときますので、参考にしてみてください。それでは設営していきたいと思います。説明書が縫い付けてありますね。テント本体と、まあ、インナーですね。フライトインナーと中を広げると、ペグがですね、こちらのタイプが4本、こちらのタイプが20本入ってます。ポールがですね、こちらの赤と黒のポールが2本と、黒のポールが1本と、あとこれ多分リペアポールだと思います、3本と、あとガイロープとフックの予備も入ってますね。設営してみたいと思います。赤と黒のポールを入れていきます。で、最後に黒のポールですね。先ほどの赤と黒のポールは中央部分と、こちらの前室部分、前2本で、黒のポールは後部ですね、入れ込みます。あのスリーブもですね、スリーブとポールが、まあ、色が合うようにですね、こうやって合わせてあるので分かりやすいですね。で、こちらのスリーブも黒ですね。こういう感じでスポッと入れるような感じになってます。後部のですね、両端をペグダウンします。テントを持ち上げます。こちらですね、前室部分2箇所ペグダウンですね。あとは各所ですね、フックをかけていきます。以上で設営完了です。簡単な割にですね、かなりでかいんですよね。まあ、サイズとか改めてこっちの方で記入しておきます。まあ、幅とですね、まあ、縦
幅、あと高さ、なんかこうモスラみたいですよね。モスラ、ファミリータイプのテントにしては非常に設営が簡単です。ペグダウンするのは全部で11箇所ですね。前2箇所、後ろ3箇所で、両サイドで計6箇所ですね。でこちらのテントですね、スカートが付いているのが特徴ですね。前室部分スカート、あ、スカートは、固定はできないです。ベンチレーターはこちらですね、前室部分に開いたままのベンチレーターと、こちらがメッシュになるベンチレーターですね。で、工具で、メッシュと反対側はビニールシートになってます。クリアウィンドウですね。こちらはメッシュにはならないです。でこのテントですね、これを見てピンとした方もいらっしゃると思うんですけど、フレッシュ&ブラックシステムです。なので 99% の紫外線をカットしてくれます。非常に夏向きのテントですね。それでは中に入っていきたいと思います。ベルクロが2箇所ついてますね、片側に。はい、前室メインドアですね、トグルで止められます。でボトムはですね、ポリエチレンですね。これもグランドシート必須ですね。破れやすいです。前室のグランドシートと、インナーが、つながってる感じですね。で前室、ランタンフックあります。そして先ほどもご説明したこちらがベンチレーターですね。そしてフックで下げて、換気できる形になりますね。で反対側はこういう感じでフックを2箇所外して、斜めになってますね。クリアウィンドウになってます。結構ですね、シーム処理も縫製も丁寧ですね。これなら大丈夫そうです、雨でも。でこういう形でしっかり加工してあります。フレッシュ&ブラックシステム。でインナーテントとフライシートをつなぐバンドはゴムでできてますね。フックでできてるので、もうつなげたままインナーつけたまま撤収設営ができるというですね。でインナーテントの中真っ暗です。これもテントの中に熱がこもらないような仕組みになってますね。真っ暗ですね。インナーの中ももちろんランタンフックがあります、こちらに。そしてポケットが、両サイド1、2、3、4、4つずつですね。4、4で計8箇所ついています。インナーのベンチレーターですね。インナーのこういう感じでフルオープン、フルクローズ、メッシュにできます。お、風が、冷たい風が入ってきますね、これだけで。で後ろのですね、後部の、下のベンチレーターは、こんな感じで上げるんですね、ぐーぐっと。で風が抜けていくっていう形ですね。よくできてますね。
ちょっと横になってみたいと思います。いやー広い、めっちゃ広い広すぎる。おーすげえ4人用ですからねまあ広くて当たり前ですけど、まあ家族4人だったら全然寝られますね。お父さんお母さん子供2人ですね、いけます。じゃあ今度前室をちょっと映してみたいと思います。で前室はこんな感じです。広いです。190センチあります。天井高いですね、非常に高い。立って歩けます。でこのテーブル置いて椅子置いてみたいなんですね。カップル同士でも家族でも4人座れますね。いや素晴らしい。でテント後部ベンチレーターをガイロープで開けてみました。こういう感じですね。中メッシュです。前室のですねメインドアは跳ね上げてキャノピーとして使用できます。そんなに大きくないからですね、有効活用はできないですけど、まあつけると結構日陰にはなります。入り口側の方ですね。でテーブルと椅子を持ってきました。こんな感じですね。非常に快適なリビングが出来上がっています。広いですね。広いです、かなり。これだったらゆっくりできますね、夏場でもですね、風の通しを良くすれば。いかがだったでしょうか。ケシュアのですねアルブナファミリー 4.1 フレッシュ&ブラック。まあ実はですね同じタイプのフレッシュ&ブラックではないものを前持ってたんですよね。もう今手放したんですけど、まあ、それに比べてもですね非常に設営しやすくなってますね。まずポールのポケットができたことですね。あと色分けしてあることで、フレッシュ&ブラックになったことですね。まあ各所で結構変更になってます。こちらの方が快適性がアップしてますね。設営も簡単だし家族4人でも使えるし、夏場は特に紫外線をカットしてくれるので非常に快適に過ごせると思います。で前室部分もクリアウィンドウ片側ですね、もう片側はメッシュがついてて、まあ、換気もしやすいしですね、前室メインドアを、まあ、タープとして使える、まあ、ただメッシュにはできないですけどね、前室メインドアですね。でスカートもやっぱついてるのでだいぶ違いますね、冬場なんかですね。撤収していきたいと思います。いかがだったでしょうか。すごい夏向きのテントですね。ただですねちょっと収納袋がやっぱちっちゃいですね。結構パンパンですね。もうちょっと余裕が欲しいです、ご視聴ありがとうございました。よかったら参考にしてみてください。
よかったらですね、チャンネル登録お願いします。今後の励みになります。横の方に顔が出てると思うので、そちらをポチッとお願いします。それではまた。